こんにちは、こんばんは。WGSN です。今夜の動画は、奥田クライアント、鬼弁護士、マサさんの手打ちドリルをご覧いただきながら、皆さんのゴルフに役立つ、皆さんのゴルフ上達につながる動画をお届けしますので、最後までご視聴お願いいたします。おぉ、いいんじゃない？お世話になっております。神でございます。今夜の動画は、はい、まあ皆さん大好き手打ちドリル、はい、鬼弁護士マサさんの映像を見ていただきながらね、はい、ちょっと最初はちょっと手打ちドリルの話でもしようかな、はいはい、で途中からちょっと重大発表がある。重大発表します。まあ、もう先生だいぶ変わったよ。なかなか贅沢映像な手打ちドリル。はい、めっちゃ変わってるよ、ほんまに。おお、確かにめっちゃ変わった。まあまあまだちょっと癖は抜けてないけど、ね、はい、まあここやもん。あ、そう、ここやもん。魔物がいらっしゃる。そう、魔物がいる。やっぱ撮影っていうのは、でも全然もう初回のコンサルの時とも別人や。初回で手打ちドリルってどんな感じだったんですか。鬼のような首より上からシャフトが来るっていう。首ある意味切れてないですね。はい、首は切れてないです。頭切ってました。顔半分ぐらいで切ってるぐらいの、はい、のカット軌道でしたね、最初。鬼のような、はい、鬼のような船フリップしてローリングしてとかっていう、もう皆さん通るとこですよね。はい、おお、いい。だってこのフィニッシュ、いや、このフィニッシュになるってことは右サイドの仕事が相当レベル上がってきてるってことやから、じゃあならんしね、このフィニッシュ。もう贅沢ですよ。めっちゃいい、ほんま。あと先生一番変わったのゾーン長くなったやん。いや、めちゃくちゃね、インパクトがもう土天やったのが、土天土天やったのがゾーンになってきてるから、やっぱめっちゃ大きい、ほんま。確かにあんだけ柔らかいのに一応球強いですよね。そうなんですよ、ね、先生めっちゃ柔らかく振ってるのに、その力いっぱい振ってないじゃないですか、うんうんうん、映像からでもそれ伝わると思うんですよね、柔らかさって、うん、まあなんていうか、体のまだまだ関節の硬さっていうのは感じてるけど、でもスイングは柔らかくやね、うんうんうん、今のいいね。今の切れ方、切り返しもめっちゃ変わった。変わりましたか。はい、変わりましたよ。めっちゃいい。ありがとうございます。前回のコンサルであそこも直ったし、ここ、ここも連動して変わりましたよね。あ、そうそうそう、前回のやつね。はい。どんどん変わりました。めっちゃ変わるっていう、ほんま面白いもん。見てるのが、はい、やっぱクライアントの人の変化見る楽しいです。めっちゃ楽しいです。なんかそこにそのコンサルを迎えるまでの準備としての作り込み、はい、約1ヶ月間かけての、はい、あれはしんどいけど、正直。ああ、なるほど。あれしんどい。あの苦労は多分誰もクライアント分かってもらわれへんやろうしね。確かにちょっと分かりにくい。そう、クライアントでも分からへんから、そうじゃない人はもっと分からんと思うし。あ、なるほど。だっておらんと思う、
日本中高ってその準備をする、その準備を1回のコンサルに向けてそれだけ自分の体に落とし込んでコンサルに、だってみんなその場でレッスンするだけやんか、うん、その場来てパッと見て悪いとこ見つけて、うん、ここちょっとこうなってるかこうやって直そうって、確かに、はい、あんなんで金もらえるのっていう、うん、いや俺には無理やわ、うん、それで金をもらうとか、うん、15分ぐらい20分の、うん、そう徹底した作り込みをするからね俺は。はい、ということでちょっと重大発表がそろそろ、はい、重大発表、はい、新たに クライアント以外でまあ前以前藤金子さんと田辺さんを中日と認定したんや、うんうん、はい、そうでしたね、はい、また新たに中日と認定しようかなと。おお、そう、確かに重大発表ですね。もちろんのことながら中日とっていうのは、はい、変わる可能性はあるけど、あ、現状ではまた新たにちょっと、うんうん、また12人いないしね。あ、なるほどなるほどということで、はい、発表してみていいですか。お願いします。はい、まず1人目、はい、複数人いらっしゃる、複数人いますよ、はい、まず1人目、彦左衛門さん。ただこれは俺が勝手に十二使徒人気って言ってるだけやから、承認を得ないとダメよ。彦左衛門さん、よければ、了解とかやりましょう、はい、っていうの、もうだって彦左衛門さんのさ、あの毎日の長文コメントすごいです、ね、YouTube だけじゃなくてスタンド FM でも長文でコメントいただけるじゃないですか。もうあれはもう僕の使徒でしょ。これはなかなか、はい、ということで彦左衛門さん、ぜひとも、承認でまあ言うやろお願いします。じゃあ次2人目、これもお前やで、これちょっと俺これ承認してもらえるかどうかちょっと不安も混じってるよ。いいですか、はい、アイスリョウさん。元アンチそういうことですか、それで承認されるか、はい、そうなんですよ、元アンチやからな、何やかん言うてるアイスリョウさんアイスリョウさんもさ、もう何年にもわたってさ、毎日コメントいただけるやんか。いやだってあれですよ、毎日コメントっていう先駆けの方っすよね。あ、そうです、はい、アイスリョウさんが毎日コメントやっていただけたおかげ で、ね、他の方も追従していこう、多分俺も負けてられへんとかっていう、第一人者ですよね。アイスリョウさん自身もそうだけど、多分ご自身でもそうだと思うんですけど、人生において毎日の継続をこれだけ続けたことは多分ないはずや、はあ、ないと思うんですよ。だって100人いたら、うん、ほぼ100人が毎日絶対に1日も欠かすことや、うん、だから日常生活別に、はいはい、それ以外で何かを継続したことありますかって言ったら多分ゼロやと思うよ。いやー、どっかで取り入れてますね。そう、どっかで何かを言い訳して、はい、でもアイスローさん毎日やる、まあ、それに先駆けの方ということで十二使徒認定をしたいと思うんですけど、どうですかアイスローさん元アンチとしてちょっと不安やっぱでも九州人ってやっぱ男気あふれるやろうから、もうやったるわぐらいの承認をいただけるんじゃないかなと思っております。お願いします。そう、誰かなここちょっと、あとはちょっとどうやろう、まあ、いいねんけど頭の中では、うんうんうん、もうちょい欲しいなっていう、もうこのアイツローさんとか彦左衛門さんぐらいの、うん、こう熱さっていうのがあればしようかなって思うんで、また皆さん楽しみに僕それぐらいあの感謝してるんでね、毎日のコメントとかめっちゃ見てるってことですよ、はい、あのあとコメントではないけど、なかなか熱い方が最近一人いはって、メールでもめっちゃ熱いですよ。いるやろ、としこちゃん分かるやんな。いいフォレ送ってくるからメール。あの方も熱いやん。クロマが買って、で、こんな感じで変化してますみたいなんで。今回送ってきてくれたんなんてさ。感想ブロマガの感想を書いて、ここから下は LP に使うんであればカットしてくださいみたいな、はい、LP の言葉で考えて、すごい本当に、そう、あの方を入れたいけど、あの方ジュエスト認定してもさ、あの別に毎日コメントいただけてるわけじゃないから、みんな
誰ってなると思うから、僕の心の中ではしてもいいかなと思ってる方なんですけど、まあでもまたちょっと歴が浅いからもうちょい頑張って頑張ろうかって感じで、今回はね2人十二使徒認定しましたけど、マスターどうですか、マスターの中ではこの人とかいうのもあるんですか、まだ、まだ追加してもいいんだ、はいはい、いやそんな僕の口からそんな言うな人様のチャンネルとそんなそんな十二使徒のうちのあれですから、第一使徒ですからね、いやそれはもちろんそうですけどね、そんな僕はそれ、一番上の、ちなみに田辺さんなんかはこの間認定させていただきましたけど、うん、エグいよ、認定してからの行動が、まずドライバー2本やんかご提供、次この間はあのあれやん、何尾道ラーメン送ってきてくれて、いただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、た先生、はい、先生、田辺さんにちょっと一言お礼言っていただいてもいいですか、ありがとうございます。はい、ということで田辺さんありがとうございました。皆さんにあのちゃんと分けさせていただきましたんで、メールもさせていただきましたけど、はい、っていう感じで、もうエグいってあの人、ほんまに俺どうやってお返ししたらええねんと思うほんま。ということで、また新たな十二使徒が生まれること、まあ十二使徒になった以上はね、もっと WGS のために貢献してもらって、もうめっちゃ打算的よね。まあこれが俺やけどな。ということで皆さんまた十二使徒を目指してまだまだ空いてるんでね、はい、ぜひともまたなんかもう一人おったりいろいろおんのよ頭の中で、うん、はい、ここまた次の候補が方が昇格するように頑張ってくださいということで今夜の動画はね、弁護士マサさんの手打ちドリルをご覧いただきながら、先生の変化をちょっとお話しするとともに新たな十二使徒を発表させていただきましたんで、今後ともぜひともね僕の力になってくださいぜひともということで WGS はチャンネル登録者数を10万人目指して頑張っております、お力添えよろしくお願いいたします、あと高評価いいねの方必ず忘れずに押してください、あとコメントの方ねまたたくさんお待ちしております、俺もっていうぜひ男気あふれる方なんかはね、毎日コメントやってみてください、十二使徒になれる、なれるようにね、はい、過去アンチコメントタメ口以外、まあお前らは IQ してないからどうでもいいけど、今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました、感謝してます、それでは失礼いたします、あ彦左衛門さんにちょっと十二使徒にどうしよう、なるからには、はい、あのね彦左衛門さんあれです、僕からちょっと一個をあの依頼というかお願い、ほんまあくまでお願いです、あのねコメントせっかく長文でめちゃくちゃいいことを書いていただけてるやんか、だからこそ開業してほしいです、あせっかくいいことを書かれてるからこそ、あのなんやろ、みんなに読んでもらいたい、あのコメントを、だからこそ読みやすく開業してもらえるとより多くの人に目にしていただけるんじゃないかなということで、ぜひともすいません大変恐縮なんですけどよろしくお願いします